今年ついに新たな歴史が刻まれる。150回目の武道館が、まあ、超えられなかったあと1本ってことで、じゃあ英雄との再会、激動の時代を振り返る。武道館 first show everybody I hear hey Chan hey Chan the audience before the show what's that矢沢、お前日本で相当パフォーマンスバリバリみたいじゃん。俺たちバックやるから一緒にやろうよって言ってくれたの。僕から恐れ多くとも言うような関係じゃなかったから、え、それマジなのかよ。それで一発目の日本公演を実現するわけ。あの時代にやっぱその独立するって多分かなりリスキーなことだと思うんで、そのできるって礎を築いた人なんで、矢沢さんみたいな人がいたから僕らもそういう土壌があるのかなと思うんで、ちょっと感謝してますけど。頭がいいんだと思うんですね、本能で。同じ時代を駆け抜けた同世代や矢沢のスピリッツを受け継ぐ新世代のインタビューも掲載したスペシャルブック、ローリングストーンジャパン。150回の武道館を迎えることができる、これは男として最高だよ。